パパ、見て。私のあの、攻撃中でね、使ったもの、まだやばい、まだ入ってた。お弁当とかも全部まだ入ってる。どうしよう。いつのやつ？6月。1ヶ月前くらい。1ヶ月前くらい。やばい。バビー、なんかお弁当そういえば、ないなと思ってて忘れてたけど、出してなかったのか？出してなかったみたい。ちょっと臭いか。やめてー。バイよ、それも開いてんじゃん。リップ開けてごらん。やだー。ちょっと待った。どうだ、やだー、ママ開けんのやだ。じゃあリム、勇気出して開けてみる。開けるよ。片付けなくちゃダメじゃん。リミさん、ごめんなさい。ごめんなさいじゃないです。失礼しました。大丈夫リミ。承知。これで開けてみんの？うん。でもちょっとマスクいるかも。あ、私も同じの持ってるからしよう。落っこちてた。ヘアバンドの上からしちゃって。マスクする？しない。多分臭いよ。する。これ隙間はすごいじゃん。隙間すっごいよ。あとここも隙間あるの。リミ目だけ。リミ目だけ。目でマスクどうだよ。そっか。開けてみる。なんか入ってる。これで入ってなかったらやばい。なんか納豆の匂いがしたけど。やばい。やっぱマスクする？大丈夫。大丈夫。私の誕生日にさ、リミがくれたんです。リミは自分のお金。何これ？いやーの、なんかやだ。なんか本当に納豆の匂いで。やばい。なんかある。なんかある。なんだ。なんかって何？わかんない。なんかね、黒い納豆。なんか黒い納豆の匂い。納豆食べてないんだけど。なんか本当黒いよ。もう黒くない？閲覧中。今、黒くない？うん。なんかこう？うん。あ、なんか臭かった。やばい。どうなのよ、それで。ねえ、じゃあもう一段開けてみる。この時、私たちはまだ知りませんでした。この世には開けてはならないパンドラの箱があることを。責任。なんでパパ、これからお弁当の時作ってくれるの？ねえ。そういうことでしょ。パパ。だめ。じゃあ指差しで切るよ。指差しパン。そう。パパに決定。離れてやるよ。パパ。全員パパだから。本当だよ、パパだって。
なんかマスクしてもちょっと臭い。お弁当が買ったばかりの新品みたい。はい、ということでね、皆さんもね、校外学習のね、カバンをチェックだ。そんな人いないわ。いないね、確かに。でも私ぐらいでもね。はい、ということでね、チェックして、あのお弁当が出てきたらぜひコメント欄でコメントよろしくお願いします。はい、書けないけどね。バイバイ。バイバイ。グミ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 ペア、サンジーだ、おやつだ。